こんにちは、稲葉です。私実は長い間手話の講座も担当してます。もう長くなるんですけども、その手話講座ですね、今年も先週水曜日から始まりました。で、リアルの手話講座です。で、オンラインの手話講座というのはまだやってないんですけども、まあパワーポイントのカメオというツールですね、あれを使ったら楽しくできると思いますと思って、ちょっとやってみました。では紹介しますので、ご覧ください。はいはい、まずこういうスライドを用意しました。まだビデオは入れてません。このスライドどんなものか、まずご覧ください。数の手話の勉強のためなのです。でね、このビデオマークをクリックするために開いたり閉じたりします。はい。これは1か1、2、3、4、5という数字が何遍も繰り返って出ます。反復練習ができます。全部開始のタイミングで作っております。はい。こんな感じですね。で、これですね。ちょっと紙を見てみます。まず、カメラの形式か、左端のカメラのプレビューへ行って、使いたいカメラにチェックを入れてください。ここでは、このウェブカメラの方で、はい。では、スライドショーで見てみます。はい。開いて。はい。こうなりますね。はい。ちゃんと動きます。で、これですね。パソコンの真ん中にウェブカメラがあるので、もうじーっと見て、で、こちらの方でカチカチカチと開始のタイミングで数を出します。そしたら、綺麗に合わさって、もう見やすいような形になります。教える自分もやりやすいし、見る方もまあ見やすいかなと思います。できるだけ自分を大きくしました。手話ですか。で、これですけどね、亀を、サイズは自由に変えられます。こんな感じですね。はい。で、ここがですね、形も自由です。丸にしたり、いろんな形。まあ、あんまり変な形入れたらちょっとダサくなりますから、普通は四角でいいかなと思います。で、これですね、やっぱりいいのはアニメーションかけられるということは、好きなタイミングで自分はバンと出せるわけです。ちょっと親が入るスライドインかけてみましょうか。上。はい、こうなりました。はい、やってみる？あ、ポンと。はい、好きな時に自分を出せます。これいいですね。で、これを Zoom とか Teams で画面共有しよう思いますけど、その前にスライドショーの設定。もうご存知思いますけど、2番目、真ん中のウィンドウ表示にチェックを入れます。はい。この設定でスライドショーに行って、はい。これはこのまま。はい、OK。閉じて。はい。では、まずは、マイクロソフト、チームで使ってみますか。今日は一人だけ。また、いつか練習相手よろしくお願いします。
で、ここですね、大事なことがあります。ここ。はい、これ、チームズ側のカメラですね。これ、パン、オフで OK です。なぜかというと、画面共有の中に自分が出てるんですが、こちらのカメラまで自分を出す必要はないわけです。もう画面共有の中で喋ったら OK なので、はい。これは、はい、これもチームズです。ちょっとやってみますね。うん、OK。はい。チームで大丈夫です。ちょっと、ルームやってみましょうか。はい。ルームですけどね。ルームもチームと同じ。こっちこっち。カメラ。ビデオ。ビデオはパンオフです。はい。画面の共有にて、これですね。これを共有。はい。これ、ズームになってます。はい。問題なんですね。Google Meet を試してませんけど、当たり前に OK です。画面共有することができるツールなら何でも OK。はい。で、ちょっとですね、ほんま、最初に言うべきでしたけど、カメオの入れ方、挿入タブが右の方にカメオってあります。押すとパッと出ます。もうこれを好きな大きさに変えたり、形に変えたりしたら OK。ちょっと丸くぼやけた感じ。はい。当たり前ですけど、どこに置いても OK です。こっち、はい。ちょっと遊びみたいにこんなことできます。コピーってパンとやって。はい、二つを同じのに出せます。何の意味もないんですけどね。まあ、ちょっとした遊び、こんなこともできることで、はい。はい、以上でした。はい、いかがでしたでしょうか。これ、ビデオ会議システム、Zoom とか Teams で手話を教える。PowerPoint、カメオ。楽しいですね。まだ、手話をオンラインで教えた経験ないんですけど、これ使ったらすっきり教えられると思います。で、今度ですね、まあ、Teams を使ってやってみよう思ってます。どなたかにお願いって、お付き合いよろしくお願いします。で、これね、数字の練習のスライドで言ったけども、もう、1か100ぐらいまでの数字覚えるの簡単です。ルールがありますか。それを覚えたらですね、日とか時間とか、年とか、誕生日とか、簡単なコミュニケーションがすぐに表せるようになります。ぜひやってみましょう。で、これですね。手話以外にも使えると思います。普通の授業動画とかに。はい。ぜひご活用ください。また、カメオの楽しい使い方、発信していきたいと思います。はい。では、これで終わります。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いします。はい。では、また。